朝の早から桂沙耶です。 AM1008FM933 の ABC ラジオがお送りしています。時刻は5時37分です。金曜演芸門、このコーナーは ABC アナウンサーであり社会心落語家でもある私桂沙耶が落語や講談、浪曲、文楽、漫才などなど演芸に関するこぼれ話をお届けするコーナーです。今日は湯屋版という落語のネタをご紹介しますね。湯屋と言いますと銭湯のことです。湯屋版っていうのは銭湯の番台に座る人のことなんですね。で最近の銭湯のように昔は鍵付きの靴箱とかロッカーはありませんでしたから、番台のお仕事っていうのは受付の他にお客さんの下駄やお着物、これを見守る重要な役割だったんですね。でさて落語の中にはですね、若旦那っていうのがよく出てきますが、道楽もんやったり恋煩いで伏せてたり、頼りないどころかもう周りにたくさん迷惑をかける人が多いです。だけどとっても無邪気でいい意味でアホで憎めなくてね、もう可愛らしい人として描かれているんです。そんな若旦那が主役のお話でございます。湯屋版です。酒、女、芝居、こちらに道楽をいたしまして親に感動されてしまった若旦那、大工の熊半地の2階に居候させてもらいますが、まだ寝てんのんかいな、うちの居候若旦那は、もうほんまに毎日ゴロ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 。もし若旦那、若旦那、早いこと降りてきなはれ。へい、てとらしゃんしゃん、斜めっこ、はいはいった。おはよう。何がおはようや、もうおひいさん高いとこまで登ってます。うちにいてもろても結構ですけどな。それではあんたのためにええことない。どうです、いっぺん奉公に行きなはったら。そうやな、いっぺん行ってみようかな。行き先はどこや。玉造りの桜湯というお風呂屋さんです。お風呂屋、お風呂屋というと女湯があるわね。へえ、女湯もあれば男湯もあります。女湯専門の風呂屋はないか。そんなもんありますかいな。向こう行って大工の熊とこから来たっちゅうたら案上わかります。しっかり行きなはれ。ほな行ってくるわ。玉造り、あ、この辺やね。桜湯、あ、あったあった、書いてあるね。男湯、女湯、なるほどね。男湯、女湯どっちにしようかいな。こんにちは。もしもし、もし、そっち女湯ですせ。男湯まんなはれ。私女湯大好き。好きでも飽きまへんがな、まんなはれ。私お風呂入りに来たんやおまへんねん。お世話になります、大工の熊とこから来ました。ああ、話は聞いてます。ほう、あんさんですか、名題の道楽門ちゅうのは。いやいや、名題というほどのことはおまへんけどね、周りをべっぴんさんにぐるーっと取り囲んでもろて。ま、若旦那、そんなとこ触ったらこそばやないの。若旦那のすけべとか言われてね、太ももぎゅーっとつねってもらうのが好き。えらい人が来ましたな。あんさん務まりますかいな。若旦那、外回りも釜の番も何かと理由をつけて断り、番台に上がらせてくれと言います。女湯を覗くためだけの楽な仕事ではないでと諭す銭湯の主人に食い下がって、主人が食事をとる少しの時間だけ上がらせてもらうことになりました。どうぞごゆっくり、いってらっしゃい。なんなら帰ってこんでもええよ。こない早いこと憧れの番台に上がれるとは思わなんだな。女湯は誰も入ってへん。それに引き換え男湯は入ってるね。はあ、
男が昼間から体磨いてどないすんねん、ほんまにもう。いきなり淡い期待が崩れ去ってしもたね。しかしそのうち、女湯にドヤドヤと入ってきて、べっぴんさんに見染められたりしてな。芸者はんなんかええね。ちょっと風呂屋へ来るんでも、粋な着物着て、桶を小脇に抱えて、上等の下駄をカラコロカラコロ流しながら、往生中と二人お願いします。スーッと息かける。なんや、見慣れん顔やな。ふっと振り返ると私の姿。まあ、お清や。今度来はった番頭さん。なかなか男前やないか。すかさず声をかける。新参者の番頭でございます。お近づきの印に石鹸を一つどうぞ。まあ、えらいすんまへん。番頭さん、よかったら休みの日に遊びに来てくださいね。ってなこと言われてやで。休みの日に偶然通りかかったようにそのうちの前へ行くと、おなごさんが私を見つけてやな。あらま、お風呂屋の番頭さんやございまへんか。ちょっと待っとくなはれ。姉さん、お風呂屋の番頭さんがお越しになりましたで。この声聞いて、おなご、私のことを恋焦がれてるもんやさかい、奥の間から及ぶように出てきよる。まあ、お風呂屋の番頭さんやございませんか。さ、どうぞ、上がっとくなはれ。いえ、また今度、そんなこと言わんと、上がっとくなはれ。お上がり、お上がり、お上がりよ。何言うてまんねん、あの番台。けったいなやつが上がってまっせ。最前から、お上がり、お上がりって、自分で自分の手引っ張って言うてまっせ。ちょっと、おもろいからちょっと見てまよか。無理やり奥の前へ通される。酒、魚のお膳が運ばれてくる。お一つどうぞ、頂戴いたします。ぐーっと飲み干して、配膳の水。これは、杯を洗うための水のことですね。配膳の水ですすいでご返杯。向こうもぐーっと飲み干して、配膳の水ですすいでご返杯。ご返杯。ご返杯とやってるうちに、おなごは酔いが回って目の下ほんのり桜色、瓶のほつれをかき上げながら、お兄さん、今のお杯、配膳の水ですすが何段ご存知と、こっちを見る目の色っぽさ、つらいなあ、つらい。万代、えらい、つらがってますせ。竹やんも民会な、おもろいもんやってますせ。ぼちぼち失礼をいたします。と言うと、おなごは帰ってほしないもんやさかい、なんやかやと足止めを考えよる。雨でも降らしましょうか。雨がポーツポーツ。お兄さん、雨が降ってきましたわ。これがほんまのやらずの雨やと思いますさかい。もうしばらく飲んでいきなはれ。てなこと言うてるうちに、雨が次第次第にひどなって、バケツをひっくり返したようにザー、バンダイで雨降らしてますせ、あの男。まっちゃんどうしたんや。顔をすりむけて顔真っ赤かえで。いたたたたた、あの男見とったらな、石鹸と間違うて軽石で顔こすった。そのうちに雷にもなってもらいましょう。ゴロゴロガラガラ、ゴロゴロガラガラ。雷に落ちてもらいまよか。あんまり近所に落ちるとこっちがふーっと気を失ってしまうからな。ちょっと離れたとこへ落ちてもらいまよ。雷も落ちるとなると、今までのゴロゴロからカリッと音が変わる。カリッ、カリカリッ、ビシー。うわー、バンダイから落ちよったで。おい、大丈夫か？カリッ、カリッ。おー、上がっていきよる、あの男。しっかりせえよ。おなごはふーっと気を失うてしまう。そこでおなごを抱き起こし、配線の水を口に含んで、口から口へと口移し。姉さん、姉さん、お気が疲れましたか？今の水の、美味しかったこと。何？今の水がうまいとは、そんなら今のは気を失うたふりか？雷様は怖けれど、私にとっては結ぶの神。
うござんす、番頭さん。ふえー、また落ちよった。こういうオチで終わるパターンもあれば、もう少し続いてお客さんにすごい怒られるっていうパターンのオチもあるんですけれどもね。江戸の落語家さんがよくされてるお話です。うん、若手の方もよくされてます。笑福亭仁鶴師匠がね、上方に大阪の方に持ち帰って、今は林家染治師匠とか林家菊丸さんもされています。上方ではね、まだまだされる方は多くないのでね。だけど私はすごくこれ好きな話で、もう若旦那がすごいね、可愛らしい妄想の世界が膨らむという、銭湯も好きなんでね、もう本当にこの話が書かれると嬉しいんですけれども、27日今週日曜日、なんばグランド花月で16時45分からですね、18時ですかね、18時45分から3代目林家菊丸25周年記念独演会、で、菊丸さんがこの、ちょっと時間間違いじゃないか確認しますね、25周年記念独演会で、この湯屋版をされるんですけれども、そうですね、6時45分からですね、他には孝介餅、三つぐ女、留学生マット君、残り2つ、三つぐ女と留学生マット君というのは新作落語です、菊丸さんのね。前売り券1階席3000円、2階席2500円となっております。25周年の記念独演会でたった一人で前座を置かずにされるという、漫才さんなんかね出てこられるみたいですけれども、4ネタされるということで、楽しみですね。私も行く予定にしておりますので、はい、ここいらでお時間となりました。本日は湯屋版の一席をご紹介いたしました。18時45分からでした。